ご自身の目標をお聞かせ願いたいです。拉致被害者は現状どうなっているのか、原子力発電の再稼働だったりとか図書館っていうのをお聞かせ願いたいです。企業努力だけでは賃上げが厳しいという現状があります。政府はどのような対応が取れるというのを意見をいただきたいと思います。石原伸晃、政経大学政治学研究会の皆さん、今日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。政経大学卒業して、その後石原伸晃さんの秘書として10年間お世話になりまして、杉並区議会に今年2期目の当選をさせていただきました辺見純一です。今日はよろしくお願いします。政治学研究会の皆さんは普段どんなことをされてるんですか？我々政治学研究会、通称ポリ研というんですけど。何研？ポリ研。ポリティクスからポリ研と言います。普段は会員の研究発表を行って、知識を入れて、それからディスカッションをする、それぞれの視点から意見をぶつけ合って朝5時くらいまで語り合うなんてことがありました。そういうような活動を普段行っております。伸晃さんってどんなイメージですか、皆さんにとって？高速道路の ETC を規制緩和された方というイメージが強いです。かなり、スパッと気持ちよく意見を言ってくれる、そういう政治家の方だというふうに普段考えています。だいぶ良い所だな、おい、まずいです。政経の学生さんたちはもうすごいみんな本当意識高いんで、質問を用意してくれたんで、その中から答えていただけたらなと思いますけど、大変今日は楽しみにしてきました。忌憚のない意見をいただければと思います。ガンガンいきましょう。先般、新しいリーダーをそうそう作っていかなければならないというような、お言葉から次世代への期待の念というものをすごい感じました。今後目指されるご自身の目標と、また次世代に対する期待希望等ございましたら、ぜひお聞かせ願いたいです。古い言葉なんだけど、後世恐るべし、今を生きている世代よりもその次に来る世代が前の世代を超えて前に前に進んでいく、どんな社会も一緒だと思うんだよね。そういう意味で新しい人に世界にどんどん出てきてもらいたいし、日本を引っ張っていってもらいたい。私も32年間衆議院議員をやらせていただいて、その前は9年ぐらい政治の記者やってたもんで、40年間永田町と霞が関にずっといて、今逆に在野にいて、見れなかったものも見れるようになったし、また何が足りなかったのかなってこともよく分かるようになった。それを全部僕の残った政治人生で行うことは無理だから、次の人間にバトンタッチをして思いを伝えて、そしてその人たちに頑張ってもらいたい、そんな思いで今回こういう決断をしたんです。国土交通分野の政策を考えるにあたっては、どういうことを重視しておられたのかっていうことと、今後の日本に必要なこの国土交通政策を教えていただきたいと思います。国土交通大臣として一番大変だったのは、道路公団の民営化っていう仕事が、法律を通すのに150時間審議をして通しました。これ一番大変だったんですけども、民営化することによって民間の商業ベースっていうものが半官半民の公団をリシャッフルしたな、これは良かったと思って、これからやっぱり自動運転のシステムっていうのはもう実は出来上がってるんです。先頭車両の運転だけして3台連ねて走ることも実は現実的には可能なんです。この技術をもっと進ませて、この少子高齢化でタクシードライバー、あるいはトラックドライバー、高齢化ってものが著しいから、新しく民間会社としてね、 AI を使ってそういう部分に振り分けていく、人材のソースを違う分野にも補充できるし、また足りないところはエレクトロニクスでカバーしていくって、そういうことをする先兵にはなれたのかな、今思うと感じてます。再生可能エネルギーのさらなる進行だったり、原子力発電の再稼働だったりとかっていう最近の動向への所感っていうのをお聞かせ願いたいです。これから日本の基幹電源を何にするかっていうと、原子力を全部捨てることは無理だと思うわけ。どう考えてどう計算しても、風力発電使う、太陽光発電使う、自然が相手なものっていうのは不安定だから、ベースになる電源、 CO2 を出さない電源として原子力、その原子力規制委員会っていうのができてますんで、ここが安全だって言ったものはやっぱり動かさなきゃいけないというわけ。その安全性の高い水素使わなくて、ヘリウムガスを使ってね、高温ガスを、そういうものも日本が今最先端の技術を持ってるんだけど、原発でしょって言って毛嫌いされてるんだけど、そういう新しい技術を日本から発信して外国のお金を日本に持ってくるみたいなね、そういう逆転の発想でエネルギー行政もやっていかないと国が持たないよ。そういうことを愚直にね、
僕はずっと言い続けてるんだけど、今の生活から昔の昭和の生活には戻れないわけだから、現実を見据えてこの一番重要なエネルギー政策っていうのはやっていかなきゃいけないと思います。私は新潟県出身で、昔から地元のニュースとか拉致被害者の特集とか見てきたので、救済とかは現状どうなっているのかなっていうのと、私たち国民ができることというのは何かあるのでしょうか。横田さんのお父さんが亡くなってね、もう3年かな。やっぱりそういう伝道者がいなくなるとニュースの数も減っちゃうからね、だんだん国民のサイドから忘れ去られるけど、これ安全保障と非常に密接で、もしその国の国民を拉致した国があったとしたら、普通の国だったら軍隊で取り返しに行く。ただそれが日本の憲法が規制している関係でそれができない。拉致された人たちの高齢化も時間との本当に戦いだと思うんだけど、国民レベルでは絶対忘れちゃいけない、我々の同胞が連れ去られた、連れ去ったのが北朝鮮であるってことをしっかりと心に刻んで、日本はいざとなったら取り返すぞっていう、そういう心意気を見せないと敵も返さないよね。私たちは忘れずにね、そして強い意志を持つことだと思うな。憲法改正についてしばしば何も議論に発展させない、そういう人たちについて何か思うところがあったりしたら、ちょっと聞いてみたいなと思いまして。逆にその皆さんみたいに、その平成生まれでしょ、皆さん平成生まれの人たちは憲法は今のままでいいって思ってる人がいないんでしょ。僕は改正すべきだと、すべきだと思う、はい。憲法を改正してない国ってのはないんだよね。憲法制定後、新憲法制定後、日本のまあ不思議なところで、何でもその平和憲法があるから平和が守られた、なんとなく何も分かんない人が来やもっともみたいなことが社会の通説になってるんだけど、古い議論だけど、自民党は4つのその憲法改正、私学助成とか自衛隊の明記とか4つを挙げてるけどね、別に4つにこだわる必要はないと思うわけ。うちの父親慎太郎と安倍晋三さんが国会で論戦したのが最後なのね、うちの父親にとって。その時面白かったのは、全文の一文字変えるだけでいいんだと、それをするってことでやっぱり変えられ、憲法なんて変わるんだって思うと、おかしいとこたくさん出てくるよね。だって私も私学出身だけど、みんなも政権って私学だけど、私学女性ってどう見たって憲法違反だもんね、普通に言えばね。そういうふうにおかしいものは、でも私学が教育の一端を担ってる以上、じゃあ私学にも国費を入れようって、そりゃね、そんな当たり前のことを一つ変えることによって僕は変えていくことができると思うわけ。でももうそういう時に来てるんじゃないかな。自衛隊がね、未だに憲法違反だって言ってる人がいるんだから、もうおかしな話だよね。今の時代にあっておかしいとこ直そうよと、そういうふうにできる機運は高まってると思うね。皆さん、そうね、どう今の聞いて、時代遅れというか、時勢に合ってないというか、70年前じゃないのに、今他のね、ホリケン以外の人たちはどうなんだろうね。学生全体でいうと、ウクライナへの侵攻があってから、やっぱりそのショックが大きくて、でそうなるとやっぱりその政治についてあまり考えていない、普段からあまり馴染みのない人たちっていうのは180度転換しやすいっていうところがありまして、憲法に対する考え方とかがなんとなく護憲っていうところから、なんとなく改憲みたいな感じでこうギアが上がったような空気感が感じられたりもします。飛んでくるミサイルに憲法9条を見せてその帰ってくれるわけじゃないよね。さっきの戦争を通してだとか、すごい実感的に分かりやすい世代なんじゃないかなと思ってるので、うん、そういう意味だと多分政治に関心のない学生さんとかでも多くの人があの戦争には関心を持ってますし、そういう中で日本も本気でそうそうやっていかないといけないんじゃないかなっていう空気感っていうのは正直すごく感じるなと思ってます。なるほど。石原慎太郎さん、また私どもの先輩の安倍晋三先生のお姿についてお聞かせ願いますでしょうか。うちの父親から言うとね、僕は最近、うちの父親は天才だなと思うようになって、天才だからあれだけわがままだったんだと、家族が大変だったと、まあ、これで自己完結してるんだけど、やっぱり一元孤児だよね、晋三さんもうちの親父も。一元孤児ってのは自分の信念を曲げないってことだから、人生こうだと思ったことは皆さんも恐れずね、思い続けるってことが生きていく上で大切なのかな。まあ、あの二人を見ていてそんなことを強く感じてます。なんかまとめになっちゃったね。地方の中小企業どころか、
まあ、最近では埼玉とは東京も含まれると思うんですけども、企業努力だけでは賃上げが厳しいという現状があります。政府はどのような対応が取れるというのを意見をいただきたいと思います。私はね、全国一律の最低賃金値上げっていうのにずっと反対してきたんです。物価っていうものが地方部に行くとやっぱり安いのね。全国一律で全部上げちゃうと、物価の安いところで多くもらう人はハッピーかもしれないけど、出す中小の企業はかなりボディーブローに応えてくると思うわけ。それを考えると、じゃあ地方の中小企業はどうすればいいんだっていう大きな命題にぶち当たるんだけど、補助金をどんどこどんどこどんどこ出す、金利のないお金をどんどこどんどこ貸す、イノベーションと生産性の向上が相まって経営できる能力のある人であるならば、その政策で地方全体がかさ上げできるけど、そんなわけ絶対ないよね。働いてる人だよね。働いてる人たちがいなかったら、働く場がなかったら、みんな地方って衰退しちゃうから、まあ、そこのところの僕のバランスだと思うな。バランス、どういう時どういうふうにかさ上げするか、どういう時平常に戻すか、これでいくしかね、僕はないと思うな。ほんと難しいけど、でもやっぱり限界集落っていうんだから、人が住まなくなったらもうどん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 衰退していくから、ギアが入ってる時、アクセルが踏んでる時に乗っかるのがきっと地方のいい経営者なんじゃないかな。そんな気がします。今社会全体の風潮としてさ、かわいそうなんだからみんなに政府が全部やってるみたいな、そっちの方を搾取するみたいなね、風潮があって、じゃあ努力する人も努力しない人も一緒なのか、どれでいいのかって、こうちょっとおじさんの世代は言ってるんだけど、その辺はどうですか。可能な限り全員を救済しないといけないっていうのは、これは必要だと思うんですけど、ただその救済っていうのが果たして、その全員を全くその努力関係なく同じ場所に置くことっていうのが、そもそもそれって救済なのかっていう、そもそもこう国がしてあげるのは、例えばその人の、まあ、その人の生活をより良くするきっかけを与えるとか、そういうことが大事なのであって、そのきっかけをつかむかどうかはやっぱりその人自身の責任になるわけですけども、ちょっとそういうものを感じるなというふうに感じています。なんかこうちょっと堅苦しいような、あの政治の話題が続きましたので、突っ込んだ話を、はい、あのお聞きしたいというふうに思いまして、あのまず舘ひろしさんって、あのお元気ですかね。元気ですか。はい、昔こういうような、その石原軍団の、例えばその渡哲也さんとかと、はい、こういうようなエピソードあったよみたいな感じの、今だから言えるエピソードみたいなのがあったら、もしよければ。じゃあ本邦初公開いっちゃいましょうか。渡哲也さんの持ち歌に口ざんしの花という歌がありますけれども、渡さんは目をつぶって口なしの花が歌えるでしょうか。歌えると思う人。と歌える。そうするってことは、目をつぶって歌えないと思う人。あ、はい、あのね、歌詞全く覚えてない。社長そらまずいんじゃないですかって言った時、言ったわけよ俺が若い頃。そしたらそうだなっつってね、慌ててね、あの自分家の地下にねカラオケルーム作ってね、ガレージ潰して、そこで口出しの花練習して歌えるようになったっていう。質問はやっぱり芸能レポーターみたいな。まあ我々その一般の若者に対してっていうのも含めまして、こう若者に対して期待していく点、あるいはこれもう一回考え直してみないかっていう問いかけみたいなものがあったら、ぜひ改めてお聞かせ願えればと思います。子供たちって無限の可能性があるんだなと思った。そう、何か自分の若い時にこれやったぞ、ポリケンで俺は契約祭でこれ発表したぞ、それでいいわけよ。なんか一つね、俺はやったぞってものを、そういうことをぜひ一つやってくださいよ、見つけてくださいよ。そしたら面白いと思うよ。僕らの学生の頃はるかに意識が高い。全然意識が高いんでびっくりしちゃって、本当に、うん、びっくりしたって言うと失礼ですけど。普段から勉強してしっかりねやってらっしゃるんだなっていうのは感じました。いや今日本当に楽しい時間を、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。